なんでみんな適当なこと言う。何を信じればいいのか分かんなくなってきたな。急ごう。うん。ちょっとあと5分で。写真で見たらだいぶ汚ねえな。久々にこんな旅人は見えない。だいぶ暗くなっちゃったな。久々やなこの宿見つからん感じ。おはようございます。おはようございます。朝飯からスタート。うん、汚ね部屋やな。もう出るけ大変なことです。パッキングせんときやんな、また。そうで。これが大変なんよね。それが楽しいんやろ。それも楽しいけどさ、まあ、とりあえずリンゴ食べさせてくれよ。ルームツアーしまーす。やめろやめろ、バカ誰が、バカ誰が。長すぎだよ。洗いまーす。ダメ。よし、出発しますか。ついにチェンマイを去ります。いい宿だったな、でも。ここ1週間ぐらいで。ね。コムロイでね、ちょっと市街地の方は宿取れなかったからさ、ちょっと外れた場所にあるけど、めちゃくちゃ充実してたわ。うん、よかった。こんな感じに1階にすごい広い食堂、まあ、ほぼ食堂としては使われてないから作業スペースがあり、こっちにはなんとプールまでついてました。今おじさんが一人泳いでる。その上で結構嬉しいのがこのね、水がちゃんと綺麗なウォーターサーバーで飲み放題っていうのと、ここに常にホットウォーターとコーヒー、大量のコップが置かれてて、フリーコーヒーがね、いつも飲めるのが結構お気に入りでした。これで一泊2300円、200円ぐらいか。なんか安いよね。長旅なんでね、水が必須ですよ。そんな最高のホテルなんだけど、唯一、お部屋の冷蔵庫に入れてたオレンジが清掃の時に持っていかれるっていう珍事件が発生したけど、なんか言ってたそれ。伝わらない。伝わらない？オレンジ。こちらが今回泊まったホテルです。こう見たらすげえ立派に見えるの。ちなみにこのここがホテルのすぐ横に設置されてる食堂で、よくお世話になってた。おじさん Thank you、 バイバイ。到着です。ついにチェンマイを去るね。うん、10日間ぐらい。そうだね。いたね。意外と長いした。旅し始めにはちょうどいいよね。そうだね。なんか一般旅人も多くてさ、うん、次のナーンもまあそこそこ人気では人気になりつつあるのかね。うん、タイ人にはすごい人気らしいよ。あ、もう着いた。近いね。あー、観光客がいっぱい、ね、今回バスね、事前に予約取ってるから、うん、それを見せればいいんだよね。そうやな。なんか懐かしいな、こういうバスステーションの感じ。いろいろあるんだよね、こういう業者が。ここに行けばいいかわからないっていうのがあるあるですね。オペレーター、グリーンバス。グリーンバス？グリーンバスは、バスの名前なのか、バスの色なのか。あ、ここにグリーンバスって書いてるわ。あれだ。あれだ。あれだ、あれだ。あー、すげえ優しそうなお兄さん。インドはね、この作業が大変すぎてね、嫌になるからね。タイはいいわ。19番の乗り場ですって言われた。19番、これですね。まだバス来てない。人が待ってる。ちょっと待ち時間、バスターミナル探検してみます。これなんだ。レフトラゲッジルーム、忘れ物かな。うん、ちゃんとね、こういう感じで食堂とかもたくさん用意されてて、まあお腹空いてたら食べれるしって感じ。今10時過ぎで7時間の道のりだから、多分どっか休憩するときにお昼ご飯食べさせてくれるんだろうな。バーバー、散髪屋さんまである。バスの待ち時間に切る人がいるのかな。150だから4倍の600円ちょいか。うわー、ちょっとトイレ行っときたいけど、これお金かかるパターンかな。はい、安定のお金かかるやつですね。3バーツ14円。ちょっと現金持ち合わせないんですよね。なんかこのカート懐かしいな。エモーショナルな気持ちになります。帰り、人多いね。多いね。よいしょ。ちなみに動画を YouTube を再開してから、なんかテイストが変わったみたいな、このおしゃれテイストが強めになってるみたいなコメントをよくいただくんですけど、なってますかね。ちょっとね、この今使ってる簡易のカメラがなんかデータを移行する機械を持ってくるの忘れてて、
使えないかもなーと思ってずっと一眼レフで撮ってたんですけど、実は使えることが発覚したんで、ちょっと今度からこういうラフな動画も増やしていきたいなと思ってるんですけど。でもさ、この前タケムさんがコメントしてくれてて、うん、ハッとしたんだけど、うん、そういえばお二人の旅のルールはどこに行ったんですかみたいなコメント来ててさ。そうだよ、達成感があるビールしか飲まないって言ってたのに、当たり前のようにビール貪ってたから人は忘れる生き物ですから。そうです、思い出さなければ。なんか聞いたらさ、19番じゃないところ行けって言われたんだけど。え、急ごう。うん、ちょっとあと5分で。これが19番のところに止まってるんだけど、これじゃないって言われたんだよ。これチェンライって書いてるし、これ何？19 OK、 やっぱ19だ。難しい、結局難しい、この移動というものは。これでもチェンライって書いてるんだな。なん、なん、これさっきやられたんだよ。これさっきやられたんだよ。これさっきやられたやつだ。何を信じればいいのか分かんなくなってきたな。なんかいいもん。さっき言ったんだけどね、そっち。そしたら19番って言われたんだけど。や、無罪。ライブ指導会。あ、お姉さんが来てくれた。30 minutes ディレイ。あ、遅れてんだ。あ、でもここでいいんだね。なんでみんな適当なこと言う。みんなじゃないか、このバスのうんちゃん。あっちだろうが。最近ドラクエを取ってしまったんだよ。チカちゃんをドラクエ調教しようと思って。全然ハマってないよね、まだ今んとこ。よし、レヌール城行こうぜ。レヌール、めっちゃ強くなってるじゃん。そうよ、チカちゃんが寝とる間に俺必死にレベル上げしとったんやけど、一人で。チカちゃん何域来てた。何域来てた。現実の旅に戻らんといけん。さあ行くぞ。さっき嘘ついたおじちゃんがニコニコしてなんなって言ってた。懐かしいな、この荷物を下に詰め込まれる感じ。一回なんかチョークで番号とか書かれてたよ。あー、インドでね。うん、なん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 、やったー、ついに乗れまーす。この旅初めてのバス、どげでしょうか。てか席決まってんのか。おー、なるほどね。あれ、写真で見たよりだいぶ汚ねえな。なかなか年季入ってますね。はい、なんか写真で見たらもうちょっと綺麗に見えたけど。そうやな、このバスで7時間か。まあまあ行きましょうか。日本客しかおらんな。ねえ、外国人いないね。といるかと思ったけどね。みんなやったらチェンライに行ったんか。みんなさっきまでね、結構な欧米の人たちたくさんいたのに、みんなチェンライの方に行った、ね、出発はーい。7時間。え、おばあちゃん、おばあちゃんちゃん。寒いってな。休憩。寒いね、やっぱ。バスの中。俺たちが好きなムーピンも売ってるよ。これ買おうよ。朝食べたかったけどさ、売り切れてたから。ムーピンは嬉しいね。これこれ。このね、なんか甘辛いソースがついてるね。豚の串焼き。最高なんですよ、これが。スティッキーライスとの相性が。こいつがうめんだ。これ最高。なんで、なんでかな、これだけさ、うん、日本の味だよね。ね。タレが。めちゃくちゃうまいんだよね、これ。タイ来た人にはぜひ食べてほしいやつ。醤油と砂糖の甘いよ。これさえあれば、何もいらない。いただきまーす。まっ。これほんと満たされる。確かに。よいしょ、着いた。明るいうちにつけて嬉しい。これはでかいぜ。あ、めちゃくちゃカーブ攻めるね。そうやね、このバス。下りのカーブやばかったぜ。
やっぱり地元の人たちっぽい人ばっかりで、欧米の外国人たちはいなくなったな。田舎町って感じ。田舎町って感じやな、うん、いいわいいわ。いいよな、なんか地元みたい。わかるかい。地元感じてる、ここ。久々にこんな旅人が見えないね。嬉しい。不思議。なんかちょっと見られるもんね。見られるよね、視線を感じる。うん。あ、これバイクレンタル違うか、パーキングか。多分バイク借りないとやってられないよね、これ。いた、初めての外国人。変な乗り物乗ってる。あれタクシーな。ランは地下の元同僚のタイ人の方がおすすめしてくれたんだよね、うんうん、そうそう。なんかめちゃくちゃいいな、静かだな、嬉しい。チェンマイは人が多いけんね。人多かったね。うわこの辺いいじゃん。いいね。なんかなんでか安心感がある。あるね。さあテント売ってる。キャンプ文化あるのかな。あるんやな。めっちゃハンモック売ってるな。ハンモック売ってるってことはだいぶゆったりしてるってことやで。だいぶ暗くなっちゃったな。この辺だけど、どれだ。ないね。ここじゃないのかな。こっちの通りかな。通り過ぎたかな。通り過ぎたかもしれない。久々やな、この宿見つからん感じ。あ、ここじゃね、この光ついて。これ違うか。なんか宿っぽくないけどね。でもロケーションで言うとはここしかないもんね。宿の表記は全くないね。たまにあるもんね、そのブッキングに掲載してるさ、うん、ロケーション間違ってること。そうだよね、微妙に違うことがある。これ結構今回大きくずれてる気がするな。あれ違うね。違うね、やっぱブッキングの方と Google マップのロケーションが違うわ。なるほどね。戻らんといけん。旅っぽいな、なんか。さっきバスの中で考えてたんだけどさ、人が暮らすためのなんか衣食住ってあるじゃん、うん、あれが旅の場合はさ、うん、衣が衣服の衣じゃなくて移動の衣だなと思って。あ、この移動して飯食って宿に泊まるっていうのの繰り返しですね、旅は。時々冒険。時々冒険。あれもしかしてあの茂ってるところですか。これだこれだ、これ写真で見たやつだ。めっちゃ暗いけど。ハロー。ハロー。あ、人が来てくれてる。よかった。よかった。ありがてえ。スタンプハッピーホーム。スタンプハッピーホーム。これだ。ファイナリー。あー、猫がおるよ。え？あ、猫がおる。嬉しい。サーディカープ。にゃんこー。出るなよ。出ていいのか？出ていいのか。うん、なんか可愛いね、ロビー。ドラえもんとかピカチュウ。めっちゃキティちゃんいるんだけど。キティちゃんがいっぱい。めっちゃいいよ。え？めっちゃいいよ。めっちゃいい。めっちゃいいよ。まさか。え、めっちゃいい。どういう状況？三つベッドあるんだけど、上にも。わ、BTS がいる。キティちゃんもいる。わ、水も枯れてる。でかっ。超いいじゃん。え、近いねえし。おシャワー。あ、シャワーね。そこで電気あるか。おぉ。ドライヤーある。え、ドライヤーあるの？びっくり。すげえ。ありがてえ。これはでかい。めちゃいいじゃん。一番安いぐらいだったからどうなるかと思ったけど。開けてコンセントを差し込める冷蔵庫を使いたいです。ああ、いやいや、冷蔵庫。ドリンクウォーター。ああ、ドリンクウォーター。キャトルもある。これ完璧やないですか、おっちゃん。ありがとう。コップンか、コップマか。これは勝ったぜ。なんかトリプルルームって書いてたけど、どういう意味やろう。どういう意味やろうと思ったけど、これはトリプルやね。完全に3人余裕です。すごくない？これなかなかない構図や。なかなかない構図。上に一つとさ、下にダブルで。めっちゃ綺麗じゃん。めちゃくちゃいいんだけど。キティちゃん好きなんだな。あのおっちゃんの趣味じゃないだろう、今日な。BTS もあるし。いやー、完全に勝ち。ちまきの価値観で言っちゃってるけど。
えい。なになに？何ですか？何ですか？何これ？なんだこれ？ライス？デザートもぜひお試しくださいって書いてる。柔らけえ。なんかバナナリーフに包まれてる。あ、おいしい。アロイ。何ですかねこれ。うん。なんか何が入ってるのこれ。卵。いや、いい宿やな。遠足でーす。おいおいおい、早すぎやろ決断。これは間違いなく遠足だわ。一泊いくらだっけ。2000円だよね。うん、え、なん結構さ、相場高かったけど、一番安いぐらいのところ選んだけどね。そうそう。めっちゃいいじゃん。ひでちゃん、これってこんなに癒されるんだ。本当に思ってる。思ってる。思ってるか。キティコさん。キティコさん、キティコさん。いやー、ほんといい宿だわ。なんかこの自宅のこっち側が、空いとったけ宿にしたみたいな感じ。てか自宅相当広いぜ、だとしたら。うん、向こう奥も見えないぐらい広がってたもんね。おじちゃん金持ちだ。あ、そっち系の人っすか。道楽でやってる感じ。たまにあるんだよな、道楽宿。安いのにめっちゃクオリティが。そうそうそう。綺麗だし、何でもあるみたいな。そのパターンでしたね。そのパターンや。アンパック、アンパック。夢のアンパック、高田。始まってしまった。アンパック。夢のアンパック。飯行こうぜ。いや、マジ、これだけやらして。これで帰ってきた後の気持ちよさ変わるから。俺の最近のいじられシャツ。ビースト。ハッシュタグビースト。野獣。いいんだよ。衣食住の衣は、移動の衣ですか。なんでわざわざそれ選んだの？え？買ったんでしょ？うん。韓国行くときに、とっておきの一軍服として買ってもらう。それで全部の他の自分のもので。違います。それは語弊があります。こことここは俺のところ。上と下。使いづらいところ違っちゃう。か食住の意に関してはくれたもんね。俺今回持ってきてる T シャツ全部もらいもんだよ。確かに。あのしかも同じ人から。そうだよね。地下のお知り合い兼私たちの動画を見てくださってめちゃくちゃありがてえわ。上も使いよし。信じられ。これ右左で分ける。あ、そういうこと、うん。しょうもねえカットが続いてる。おいおい、そんなこと言うなよ。 When I think about yesterday、 My oh my、 My oh my、 A kiss and so I did。